では植物の組織系見ていきましょう。その前に動物の復習してみます。動物ももちろん細胞でできていますね。全ての生物は細胞でできています。そしていくつかの同じ種類の細胞が集まって組織を作っています。筋組織、神経組織、結合組織。結合組織っていうのは血液とか骨のことです。また上皮組織、ね、表面を覆う上皮組織で、いくつかの組織が組み合わさって器官を作っています。器官、例えば小腸とかで、目的が同じ器官をまとめて器官系なんて言ったりします。例えば胃とか小腸とか消化に関わる器官をまとめて消化系なんて言ったりします。この消化系なんかが器官系の例です。この器官系っていうのはね、動物にしか使わない概念ですね。で、今日のテーマはこの組織系っていうのは植物にしかない概念です。見て、動物ね、組織系って出てこないよね。いくつかの組織が集まって植物の体を構成してるんだっていう今日の、組織系っていうテーマです。組織系っていうのは、ね、植物の体の部分部分、ね、エリアみたいなもんです。3つ植物の組織系あります。表皮系、異管束系、基本組織系。この分け方ね、ちょっと曖昧なところがあるから、これ本当にこうやって分けていいのかっていうね、反論も実は上がってるんだけど、まあそれに入試問題ではね、もうなかなか出なくなってきたんだけど、一応ここで解説しておきます。表皮系はもう読めばわかるね。この表皮と上皮間違えないでね。上皮って書いたらバツ食らうんで、表皮、もちろん体の表面を覆うね、表皮系。どんな細胞が集まってるかっていうと、表皮細胞とか後編細胞とか。後編細胞っていうのは気孔を作ってる細胞だね。で、後でやるけど、一部の表皮細胞、根っこにある一部の表皮細胞は変形して根毛なんて作ったりしてます。で、二つ目、異管束系。ね、小中学校で勉強した異管束。ね、異管束です。この異管束系の異管束。木部っていうのは同管プラスアルファ。子部っていうのは子管プラスアルファ。ね、同管プラスいくつかの細胞。木部っていうのは同管プラスいくつかの細胞。子部っていうのは子管プラスいくつかの細胞です。まあ、子部のね、子部を構成している 細胞組織ね、全部暗記する必要はありません。でもまあ、例えば、幹細胞なんかが有名です。幹細胞ね。他の細胞に栄養とかを与えている細胞。幹細胞なんかが子部を構成する細胞でちょっと有名です。で、木部と子部の間には、形成層っていう細胞、体細胞分裂を行うような細胞があります。この形成層にいる細胞が体細胞分裂を行うんで、植物って太くなっていきます。小学校の時に単子葉類を勉強したと思うけど、単子葉類って細かったよね。なんで単子葉類って細かったかっていうと、単子葉類ってこの形成層が一般に発達しないんだね。で、1番と2番以外を基本組織系って言います。これ結構1番と2番以外って結構なんていうか、アバウトな分け方ですよね。だから結構ね、この組織系ってアバウトな概念なんですね。まあでもそう、こうやって捉えて大丈夫です。ね。1番と2番以外を基本組織系という。で、基本組織系、ね、いろんな組織が集まってます。ね。繰り返すけど、組織系っていうのはね、いくつかの組織が集まったものを組織系って言ってます。例えば、重組織。ね。柔らかいって書いて重組織。角が厚いって書いて硬核組織。で、壁が厚いって書いて硬壁組織。硬核組織と硬壁組織は細胞壁が厚くなってます。ね。もちろんこの、角が厚くなってるね。硬核組織っていうのはね。細胞壁が厚くなってます。重組織ってね、他の組織系にもね、この重組織、見られます。例えばさっき言った子部にある幹細胞なんていうのは重組織の仲間です。でも有名なテストに出る重組織は索状組織と海綿状組織。これ葉っぱの断面ね。これ葉っぱの断面。こっちが表で、こっちが裏。表にぎっしり柵みたいに並んだのが、これが索状組織。で、葉っぱの裏面に隙間がたっぷりになって、配置されるのが、これが海綿状組織。これスポンジって意味だね。いっぱい空間があるからスポンジみたいでしょ。ね、スポンジって意味だね。海綿状組織。もちろんこれ、なんで空間がいっぱい空いてるかって言ったら、もちろんね、気孔から CO2 みたいな気体が入ってくるわけだから、ね、窓は、なんていうか、換気しようと思って窓を開けて、その開けた窓の前にタンスみたいなの並べたら意味わかんないよね。だからこれ、気体がちゃんと入れるように隙間がちゃんと空いた形で細胞が配置されてる。それが海綿状組織。ね、スポンジみたいだね。で、この硬核組織、硬壁組織はあんまりテストに出ません。まあ、硬壁組織はね、成熟するとね、もう、細胞の中身を失っちゃうことが多くて、死んじゃうことが多いですね。硬壁組織って、種皮が硬いのはこの硬壁組織のおかげだし、あとは、梨、食べる梨、梨のザラザラ感での、梨のザラザラ感なんていうのは、硬壁組織に由来してます。ね、今のは雑学ですけど。では、
こちらご覧ください。ちょっと発展的な講義。これ根っこです。根っこの断面を見てみます。根っこの断面、これが根っこね。で、こで外と根っこの中身っていう感じね。で、根っこってこんな風に突起がいっぱいあります。これってあの動物の腸と同じだね。突起がいっぱいあって表面積を増やしてます。だから植物の根ってね、裏返した腸なんて言われたりします。で、こちら突起がいっぱいありますね。このこのね、根毛はさっきも言ったけど、表皮細胞が変形したものですね、根毛。で、内側に内皮っていうね、やっぱり、細胞の集まりだけど、内皮っていう部分があります。これもちろん、内皮細胞が並んでます。で、この内皮細胞と内皮細胞の隙間に、覚えなくていいけど、カスパリー線っていうバリアがあって、水溶液が通れないようになってます。この内側から外に、必要なイオンが流出しないように、もしくは、わけのわかんないとこから水溶液が入ってこないように、バリアがあります。動物の密着結合ととってもよく似てますね、カスパリー線。この内皮細胞と内皮細胞の間にあるバリア。で、この内皮と表皮の間を皮層って言います。で、細胞がやっぱり詰まってます。で、まあテストに問われるのはね、根毛ぐらいですね。こんなん問われたらその時に覚えようって感じでね、出題頻度はすごく低いですね。重要度はすごく低いです。で、最後に、この重組織とか甲殻組織とか硬壁組織って、これ細胞の形態によって分類してるんだよね。形態ってあの形とかね。だって、角が分厚いとか、ね、壁が全部分厚いとか、ね、そういう意味だよね。で、これ形態によって植物の組織を分類したんだけど、生理によって、ね、生理っていうのは生理現象の生理現象の生理、生理によって植物の組織を分類するとどうなるかっていうと、分裂組織と永久組織に分けられます。で、分裂組織には形成層、さっき言った分裂することで太くなるような形成層と長短分裂組織、ね、長短分裂組織っていうのは、植物ってこう長くなるじゃないですか。長くなるでしょ。もちろん水やいろんなイオンを求めて、ね、下にね、そして光を求めて上に、植物長くなるじゃん。その長くなるのには、長くなるのに、寄与する、長くなるのに働くのが、この長短分裂組織。根短分裂組織と、ね、根っこの端っこって言うんだね。頸長分裂組織、ね、茎の先っちょって言うんだね。この根短分裂組織、頸長分裂組織を合わせて、長短分裂組織って言います。こんな風に、主に2箇所しかないんですよ。植物が分裂している場所って。これって動物と大きく違くて、動物って、幹細胞っていう体細胞分裂するような細胞、体細胞分裂して細胞をどんどん作り出すみたいな、この幹細胞みたいな細胞が体のあちこちにあるんだけど、植物って主にこの形成層と長短分裂組織しか基本的にはないんですよ。ここが動物と植物の結構大きな違いで、とっても興味深い。今でも形成層、長短分裂組織、そして、根短分裂組織、頸長分裂組織は結構テストに出ます。以上、植物の組織系を勉強してみました。